皆さんこんにちは。この度、育成の常識を変える幻想 RPG オリエントアルカディアの、アートアドバイザーに就任しました、名浦祐介と申します。はい、私はこれまで、対策 RPG ですね、アートディレクションを中心に、いくつかのプロダクションか制作に関わらせていただきまして、その後独立しまして、現在は、泉デザインワークスという会社を立ち上げまして、そちらで、アートワーク、デザイン、イラストとかそういったところを手掛けております。最初にイメージボードとかを拝見させていただきまして、壮大なスケール感のあるフィールドですね、いろんな街ですとか、そういったところを いろいろその冒険欲みたいなのをちょっと駆り立てられるような、そういったその背景がありつつ、そこに対して、キャラクターたち、すごくバラエティに富んだデザインですね、そういったキャラクターたちが、見せていただいて、彼らの その東洋ファンタジーという舞台で、どういったその英雄とその自分とその間に取り囲まれた囲まれたところで の物語がどういうふうに展開していくのかとか、そこのドラマは結構熱いものになるんじゃないかなと、私自身がこれまでそのいわゆるその剣と魔法のファンタジーを関わることが多かったり、もしくはその日本の武将さん、戦国時代とかそういったのがあったんですけれど、こういった切り口というのはなかなか初めてでして、それはなかなか光栄な機会といいますか、楽しみなことだなと思っています。先ほどある程度お話はさせていただいたところで言えば、キャラクターたち そのデザインが独特なものである、オリジナリティがあるなというふうなところで、東洋ファンタジーという切り口がなかなか新鮮ではあるので、こういったところで、新しい切り口の作品に関わらせてもらえるのはとてもちょっと新鮮に感じてまして、例えばそうですね、キャラクターの中で言うと、周遊ですか、周遊の方のデザインが、これまであったその周遊のイメージではなくて、そこに対して、炎をちょっと感じさせるような赤が巧みに取り込まれていたりとか、そこの上に、武器を古金ですか、ことですね、そういったものをちょっとバトルに持ち込むという、なかなか思い切ったアイデアが ありまして、実際それ画面のところを見させていただきたんですけど、バトルのところもなかなかこういった活躍のさせるのかと、その戦いの描写とかそこら辺はちょっとなかなか新鮮に感じたので、ぜひともそこはユーザーの皆さんにも見ていただきたいなと思いました。何点か見させていただきまして、印象的だったところ、八景の陣を取り入れた町、放射状に広がっているようなところのやつを見させていただいたんですけど、東洋ファンタジーという切り口だったら、こういった解釈で大胆にその八景の陣を取り入れられたりとか、これはちょっと面白いと切り口だなと思ったり、そういったふうには思いまして、この先、新しい、花が咲き乱れる町ですとか、いろんなところもちょっと控えているというふうに伺ってありますので、そこは私も見るのをすごく楽しみにしてますし、ユーザーの皆さんにもそれが段階を追ってこう新しく冒険の舞台となる場所が展開されていくっていうところを情報が提供されるのを一緒に楽しみにしております。私はその、キャラクターデザインがすでにあるものを預かった時とかに、そのキャラクターたちがそのどういったバックボーンがあって、それからどういったドラマを背負っているとか宿命を背負っているとかいうところを、私なりにもちょっとこの理解するところから始めるんですね、いつも。でそれで、今回制作するにあたって、今回のそのテーマが、そのキャラクターたちがすでにそのプレイヤーに寄り添ってくれているというところに対して、そのどういったそれぞれ の立場から、どういった思いからその主人公たちの周りにいるのかっていう、そういったところのドラマをどういうふうにしようかっていうところ、ここにちょっと挑戦してはみるつもりですと。デザインをちょっといくつか拝見させていただいて、最初にそうですね、ピンときたのは長領ですね。もともと長領自体も割と好きなキャラクターではあるんですけれども、その腕っぷしを力を試そうと思って、すごくいろんな武将を転々としてきた、歴史があったりとかするんですけれども、そこのどっちかというと私はもともとそのイメージとしては渋さをなんかこうイメージしてたところがあったんですね。それがこうちょっとこう反骨精神が強そうな、その若武者のようなデザインで上がってきているという、ここはすごくちょっと新鮮で、
一目見てそこは気に入りました。まあ、そうですね、先ほどやっぱ軽く触れはしましたけれども、武器がまあ多様であって、まあ、今作 の、 その特徴として出てきているところとしては、まあ楽器をそのフィーチャーされているところ、まあそうですね、周遊がまあその琴、まあ、古琴ですね、で攻撃したりだとか、まあ細分器が笛でこう仲間を癒していたりだとか、まあ、そういった点はまあなかなかちょっとこう面白いなというふうに思ってまして、実際バトルのシーンとかで、まあ、どういった掛け合いがそのプレイヤーとその周り繰り広げられるのかとか、まあ、そういったその新しいその戦い方で強大なボスにどういったその戦いを挑んでいくのかっていう、まあ、非常に楽しみです。呂布騎ですかね、まあ、日本でも呂布ってまあ人気がすごくあったりして、まあ、私自身も好きなんですけれども、そういったその力とか象徴であるその呂布、まあ、そこに娘がいたっていう、まあ、それがどんなキャラクターになってユーザーさんとか、まあ、自分含めて登場してくるのか、まあ、どういった旅になっていくのかっていうのは非常に興味があります、ね。まあ、今回デザイン見ると2本持ってますね。なんかそこでもしかしたらちょっとこう父親譲りなその戦い方だけじゃないもの、新しい面っていうのが結構期待できるのかなと思ったりして、まあ、そういった意味ではその気になっているキャラクターではあります。デザイン面で言ったら、まあ、パッと目についたのは芝居ですかね。まあ、その芝居 の、その知略、戦場での計略とか、そういったその頭の良さ、白色さっていうのが表現されてて、そこに、まあ、鎧の要素、まあ、それだけじゃなくて今度その巻物ですよね。巻物をこう武器として戦うっていう、まあ、なかなかちょっとそこは新しいなと思いつつ、まあ、そこは面白いファクターで進めておられるんですけれど、じゃあ今後出てくるキャラクターもちょっとどういった武器がそのフィーチャーされてどういった戦い方するのか、まあ、そこのバリエーションとかの豊かさみたいなところっていうのは、まあ楽しみにしてます。キャラクターたちのまあイラストとか拝見させていただいて、まあ、光と影の表現にはすごくこだわっておられるなというのはまあ感じますし、それだけじゃなくて、まあ、大陸感あるような雰囲気って言った時に、割とその紫とか青とか、ああいったその空気感みたいなものを、まあ、全体にも取り入れておられますし、キャラクターも、まあ、例えば朝鮮ですかね、まあ、ピンク色だとか紫色とか、そこら辺がその優しさの部分の表現だったりとか、まあ、その情感、キャラクターの情感とか特徴がすごく出てるなというふうに思いまして、まあ、そこが繊細なタッチで描かれていて、とても綺麗なキャラクターデザイン、イラストだとは思いました。ビジュアルの提示、皆さんにお伝えするときって、まあ、段階があると思うんですよ、ステップが。まず最初はそのキャラクターたちとその世界と、まあ、そこのつながりですとか、それからキャラクターと、まあ、プレイヤーとその周りの英雄たちですよね、主人公とその取り巻く寄り添ってくれている英雄たちのそこのスタート、予感、予兆を中心にお伝えできたらと。でその後キャラクターたち そのドラマはどんどん変化して積み重なっていって、でそれが、まあ、彼の成長ですとか、そういったところがどういったその物語として描かれていくのかというところを期待させるものになったらいいなというふうに思っております。オリエントアルカディア、まあ、いよいよリリースとなりまして、まあ、私のビジュアルの方もお届けすることができたかと思います。まあ、そこで、これを通して興味を持っていただいた、ユーザーの皆さんにはぜひともそこからの冒険を一緒に始めていただけると非常に嬉しいと思っています。私もこれからそのどういった形で関わっていくのか、ユーザーの皆さんに私の成長もそこで一緒にしていけたら面白いかなというふうに思っていますので、まあ、そのこの東洋ファンタジーという舞台を、存分に楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。